株価ブ,ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず、日経。はい。日経。今日233円上げましたね。はい。で、前日のダウは、なんと最高値更新ということだったんですよね。バイデン大統領衆議院を交換ということで、うーん、いやいや、すごいですね。で、まあ、バイデンさんが1兆900億ドルの と大型経済対策とかワクチンの普及の支援策、まあこういうものを打ち出していてですね。で、市場ではまあ景気の下支えとか新型コロナの対策への進展から幅広い業種で買いが先行したということになっているんですけども、うんまあね、あの、材料を一旦のね、出尽くしでね、下がるかと思っていたんですけど、<laughs> 下がるどころか爆上げしたっていうね、 いや、<laughs> びっくりです。で、日経もまあそれに連れてね、仲良くあげたということになりましたね。はい。うん。ということで、日経まあ上げましたけども、それでもね、このチャートで見ると、まあ今日あげたぐらいなんてね、ほんともちょこっと上げたぐらいにしか見えないんですね。この、このとこもずーっとね、爆上げしてますからね。はい。ということで、日経あげましたけども、それで、マザーズもですね、やりました。はい。 今日ね久しぶりにね爆上げしましたねはいうん良かったと思いますおめでとうございます良かったですはいでこの75日線の値、ね、上を明確にね抜いてきましたからね今日ねはいうんいいんじゃないですかね良かったと思いますはいでねまあここからねまたすんなりこう上がっていくともちょっと思えないのでまた明日でちょっと下がったりするかと思うんですけども週末だしね まあ、そうなんですが、まあ、またね、あの、NG を描きながらね、上げていってほしいなと思いますけどもね。はい。とにかくね、この7 5日線のね、上を、まあ、上げていればね、いいと思います。はい。頑張ってください。以上、慈愛関連でした。はい。続いて、テーマ別で毎日見ている巣ごもりリモート処理関連と旅行関連の比較ですけども、はい。 今日はね、両方あげましたよね。うん。で、まあ、日経がね、爆上げすると両方あげるっていう、まあ、あの、いつもの法則通り両方あげたという結果になりましたね。はい。うん。まあまあまあ、良かったんですかね。はい。それからですね、はい、次、と、毎日見ているテーマ別ですね。まず、水素関連なんですけども、はい。で、水素関連はね、今日ちょっとね、そんなに、と、資金が集まってるようには見えなかったんですけども、それでまあ、ステ ですね毎日見ているなすてっこうですけども、最近見ている、でねあのこのチャートがねすごいもう、上げ上げ,上げでね、すげっすっていう話をしてましたけども、うん、で今日はね残念ながら、というかまさすがにね、と10%以上ね、ね12%下げたんですよね、はいでまあ、しかもこう大幅ギャップダウンで始まって、ですねまあ、12%下げたということになりました。はい まあまあまあ、でもね、これはしょうがないですよね。昨日もうすごいあげましたからね。はい。まあ特にね、新しい材料は出てないので、うん、まあ、これだけ上げたら、まあ、このぐらいは下がるかなって感じですけども。で、まあ、前回のね、あの、高値がここなんですよね。だから、前回高値の近くまで昨日は行ったんですけども、今日はちょっとね、あの、もうそこまで登りきる、まあ、パワーがなく、まあ今日は理覚に押されましたが、 まあ、それでもね、ちょっと、またね、数日見ていきたいと思いますね。このと高値のところをね、抜いていく可能性もね、まだこう、残っていると思いますからね。まあ、チャートはね、まだ壊れてないと思いますので、はい。なのでね、ここ,こからね、下抜けするのか、激しくね、陰線引くのか、それとも、ここからね、さらに上がっていくのかね、まあ、ちょっとどっちになるかね、はい、見ていきたいと思いますけどもね。はい。以上、スイーツ関連でした。はい。続いて、と EV 関連なんですけども、はい。 とですね、今日はねあのー、大泉がね7%上げたんですよね、はいそれでね、直近高値をね更新しましたからね、いやー、すごいですね、うん、これもね、こう、すごく綺麗にね、NG を描いてますね、こういう感じでね、NG を描いて、ドンと上げたということでね、しまったって感じですね、これ、大泉ね、前にちゃんと見てたらね、ここで反発してたにね、こう、うん、このチャートいいなっていう感じね、 まあなったと思うんですけど、見てなかったですね。残念ながらね。残念でした。うーん。ということで、大泉、頑張りましたね。素晴らしい。はい。で、あとは、毎日見ているダイヤですけども、はい。うん、ダイヤもね、今日は2%以上上げたんですね。はい。で、まあ、まあまあのね、チャートに整ってきたと思うんですよね。はい。うん。これね、だから、こう、うまい具合にね、もうちょっと NG を描きながらね、 よいしょ、うまいこと、ここのね、前回高いのは1800円ぐらいはね、1600円か、もう,もうね、そろそろね、あの抜きに行ける感じになってきましたから、はい。まあ明日金曜日なんでね、ちょっと分からないですけども、とちょと、まあ来週ぐらい、1800円ね、抜いていけるような感じになってきたんでね、はいうん、いいと思います、これもね、まさにちょっといい感じになってきたなと思いますんで、はい、頑張ってください。以上。 EV 関連でした、はい、続いて、新型コロナ関連なんですけども、はいで、新型コロナ関連ね、まずトランスジェニックなんですけども、はい、今日はね、15%上げましたね、はいうん。まあまあ、まあ良かったですね。おめでとうございます。でこれは すごく、ね、いい決算が出て、で2回、ね、連続寄らずのストップ高になったんで、今日は4倍チャレンジだったんですよね。まあ、チャレンジ4倍チャレンジだったんですけども、4倍チャレンジのにありがちな、まあ、大きい陰性を、ね、引いてしまったというパターンですね、これはね。はい、まあまあまあね、まあ、しょうがないんですけども、まあ、ただとです、ね、こう一旦下がりきってね、でリバってきたんですよね。うん ということで、まあまあまあ良かったと思いますよ、ここの下値で、ね、拾えた人は良、ね、かったと思いますからね。はい、ということで15、15%上げました。良、はい、かったと思います。それから、ね、あと、参考産業なんですけども、はい、で今日ね、一時ストップ高まで、ね、買われたんですね、はいうん。おめでとうございます。で、えー、結局、まあ、9%近く上げたという形になりましたね。はい うん、でこれね、なんでこあの今日ストップ高まで買われたかっていうとですねまあまず、ね、このチャートがねままあまあ良かったんですよね、そもそもねああのまあ、この辺で反発してとチャートが整ってきたっていう話をしましたけども、うん、で今日はねあのストップ高まで買えたのはまあ、まあ、一応ね、ねあの理由らしきものはあるんですよね、でこれですね、はいでバイデンさんがコロナ対策を強化に着手ということでマスク義務化。 いいうようよよなねね話が出てますよ、ね、はいうん、ということで、でこの参考産業が、ね、高機能なマスク、高性能のナノエイジーフィルター採用の日本製のマスクっていうのを、ねまあ、供給しているということなんですよね。はい、うん、ということで、と参考産業がまあ、今日上げるものとしてねあの <laughs> まあ資金が集まってきたということなんですよね。はい それでストップ高まで買われたということです、ねうんまあでもね、あの <laughs>、ストップ高まで買われたんですけど、その後ちょっとね、ちょっとあの叩き落とされてしまいましたが、はい。まあでもね、この僕のね、ツイッターをまあ見ててくれたらね、あのもうこのぐらいからね、あの参考産業今日、うん、いけるんかな、みたいなね、あのツイートしてますんで、まあそしたらね、この辺で結構ね、もみも,も,み,もみしてたときに、ね、買った人はね、いきなりドーンとねあのストップ高まで行ったんでね、はい。 ままあまあ良かったんじゃないですかねとね思いますけど。はい <laughs> ということで、あとはですねツインバードなんですけども、はい、ツインバードね、ね今日5%変、まあ、わりましたね、はい、で朝はね結構高く始まったんですよね、で上にドーンとね変われたんですけども、まあそれでもまあ5%ね上げたということになりましたね、はい、でこれはこれでね理由があるんですよね。はい で日経が報じたんですけども、このツインバードの、ね、ワクチンの保冷庫が増産で、月産ベースでね、あの10倍に,にっていうねと、記事がね、昨日の夜に出たんですよね。はいうん、ということで、ね、これに反応したんっていうことだと思いますけども、はい、うんうん、まあよかったんですかね。で、これにつられて、ですね、この新鋭っていうのも4.5%上げたということになりましたね。ははい、で、まあこの深はね。 とツインバードのさっきの保冷庫の中にとオンドロガーっていうのをねあの納品してるんですよねはいということでシーエもね仲良く5パーセント資格上げたということになりましたはいおめでとうございます以上新型コロナ関連でしたはい続いて 5G 関連ですけどもはいまずねリバエレックなんですけどもはい今日はまあほとんど変わらずまあちょい上げですね。 0.3%上げたんですけどもね。まあ、下品をつけたんですけど、うーん、あんまりね、チャートにちょっと綺麗じゃないんですけど、まあでもね、壊れてはいないので、はい、まだまだね、いけるかなと思いますね。はい。うん。また NG を描いてね、頑張ってください。はい。以上、5G 関連でした。はい。続いて。で、直近 IPO ですけども、なんとね、直近 IPO がね、もうほとんど上げましたね。はい。いや、そうですね。で、<laughs> えーっとですね、まずこのバリミューダ。はい。毎日見てますけど <laughs>。 パリミュートついにね、と、1万円超えましたね。いやー、いや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 、こう、上場したときにね、こっから始まったんですよね。だから、3000円ぐらいで始まったんですよね。それが、もう本当に、ちょっとの間で3.3倍いきましたからね。はい。いやいや、すげっす。すげっすってしか言えないっす、もう本当に。これも、うん、いや、すごいな。 毎日これもう本当に指くわえて見てるだけですけどねはいまあ大陰線が来たらね買ってみたいかなと思いますけど <laughs> 指くわえて見てるだけですはいそしてあとこの FFJ っていうのも新高値を更新しましたねはいいやーすごいっすねこれもストップ高まで変わりましたはいおめでとうございますそれからですねあと毎日見ているとカッコですけどもはいでカッコ かっこね、どこが下、底、ね、値なのかなっていう話をしてましたけども、今日も、ね、2%上げて、うん、まあ良かったんですかね。まあ一旦ここはね、底値だったっていうことでね、はい。まあ、ここで拾えた方は良かったと思いますね。はい でここで、またね、ここまで戻ってこなければねと、この辺でね、よくよくしてくれるんだったら、またね、上にドンといける可能性は十分あるんでね、もう、もういいんじゃないですかね、はい。<laughs> まちょっと遅いかもしれないけど、はい。まあ、いいと思いますよ。この辺でね、また拾っていけばね、上に向かっていくパワーはね、だんだんできていると思います。はい。それからあと、改善なんですけども、改善くん、今日はほとんど変わるですが、まあ、1.9%上げたということになりましたけども、まあ、これは毎日言ってますが、この1.5倍のね、 と、公募価格の1.5倍で、どーんとね、あのー、縦き落とされてるんですけども、それがね、いつ1対1.5倍のところまでね、戻れるのかっていうね、まあそこを見てるんですけども、まあまあまあいいんじゃないですかね。はい。このままちょっと上に行くかわからないですけども、うん。この辺りでね、拾えてたっていうのがね、正解だったような感じになってますね、今ね。はい。まだまだ頑張ってください。はい。以上、直近アピオでした。はい。続いて、グリーンエネルギー関連なんですけども、はい。 でグリーンエネルギー関連ね、とまず NPC なんですが、昨日も言いましたけども、はいでこれですね、まあ、社長がね、あの、まあのまそんなにね数多くないんですけど、あのちょっと売ったっていうのがね出てしまってで、それでね、ちょっとがっかり感でねあの下げているという状況なんですよね、今ね。はい、うん、であとは、まあバイデンさんのその政策の話も、うん、まあ あのダウはね、上げたんですけども、新しいまあ、話は出なかったっていうこともあったと思うんですよね、あのグリーンエネルギー関連に対してですけどもね、なので、うん、まあちょっと一旦の出尽くし感もあったんだと思います、はい、そういうことでね、あのちょっと売られてる状況ですね、今ね、はい、うん、まあちょっとね、これどこまで下げるかは、まだわからないんですけども、でも今日う、意外とね、あの下火につけて、最後上がってきたので、 まあちょっと空売りの買い戻しかもしれないですけども。で、うん、どうかな。これが、だから、まあ意外とギャップアップしてね、上に上がっていくかもしれないしね、ちょっと今わかんないですね、ここの、うん、ところはね。はい。まあ下行くんだったら、この900円のね、ところぐらいまではね、あの、一旦この窓を埋めに行くような形に、ね、なれるかとも思いますし、で、一旦もし上に行くんだとしたら、この1000円ぐらいのところまではね、あの戻るだろうと思いますけども、 はい、どうなるかね、見ていきたいと思いますけどもね。はい、それからですね、王者、レノバ様なんですけども、はい、まあ、レノバ様は3%下げましたね。はい、うーん、うーん、どうなるかね、ちょっと。 わかんです、ね、まあ材料出尽くし感もあるんじゃないかなと思いますけどもねはいあとエバランスも5%近く下げたという形になりましたねまあエバランスはねあのチャートはねまだなんかこう上に来たがってる感じがねすごく見えるんですよね見えるんですけどもうんちょっとね バイデンさんのところのね、話がどうなるかですよね。まあ、まだ期待感があってね、そのままこう、コネウロろする可能性もね、あるんじゃないかっていうふうにね、ちょっと、バランスについてはそう思いますけどもね。はい。どうでしょうかね。はい。それからだとね、と、しばらく見てなかった日想なんですけども、と、うまいことね、ここでリバってね、ちょっとずつ上げてんですよね。うーん。いやいやいや、あの、ちょっと見てなかったうちにね、 少しずつ上げてね、いい感じに育ってますね。はい。うん。一層頑張ってください。はい。いいと思います。以上。と、グリーンエネルギー関連でした。はい。それでね、さっきあとね、あの、新型コロナのところでちょっと言い忘れたんですけども、古っタなんですけども、はい。で、古ったね、1%ちょっと今日上げたんですけども、うん、なんとなくね、ちょっとこのチャートね、そろそろね、いい感じじゃないかなっていうね。 感じがすするんですよねなんとなくですけどもね、と2日連続陰線で、で今日下火につけて上がってきたということでと、まあね、前回のこのね、あのパターン的にね、なんかこう似てんですよね、っていう <laughs>、まあ、それだけなんですけど、あのなんかちょっとね、怪しい匂いがね、するなっていうね <laughs>。 とことであの。いや、わかりませんよ。どうなるかね、全然わかんないので、あのそんなね、どうでもいい話なんかねあの、聞かされても困るっていうことだと思いますけども、まあ、なんとなく怪しいぞっていうだけです。はい。はい。ここで、新ネタに行く前に、カブカブパラダイスよりお知らせがあります。はい。カブカブパラダイスは開始4ヶ月間で1万人の登録者を達成いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。そして、これを機に、 成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。皆さんと共に成長していくためのプログラムです。こちらのカブカブパラリス特別編重大発表の動画をご覧ください。詳しくは。はい。皆さん一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい。続いて、新型のコーナーなんですけども、はい。まずね、えっと、アルペンなんですけども、はい。 アルペン、今日は、えー、っと、ほんのちょっと上げただけですけども、OB 敬語にねと、IR が出てで、21年6月の、との日業績予想、情報修正ということが出ましたね。はい。で、これが純利益がね、36億円から84億円にね、情報修正しましたというのがね、出たんですよね。いや、なかなかね、素晴らしいと思いますよね、これね。うん。で、まあ、内容がね、どういう話かっていうと、 密を避けられるスポーツやレジャーとして、ゴルフやアウトドア用品が好調に推移したということが書いてあって、まあね、そんな話はね、なんとなくこう聞いてはいましたけども、ゴルフって本当にそん,そんなですか、そんな密を避けるあのスポーツとして、ゴルフ、今やってる人、多いんですかね。 いや、それね、あの、なんかニュースでちょこちょこ聞いてはいましたけど、いや、本当なんだなっていうね、これちえっ後ね、あの、ちょっとびっくりしたんですよね。で、まあ、アウトドアの話はわかりますがこれはなんか、あの、キャンプ行ったりとか、まあ、そういうのがね、あの、やってるっていうのはね、知ってましたけど、そんなゴルフ好きっすか皆さんって、<laughs> まあ、あの、うん、という、まあ、ちょっとね、あの、若干サプライズだったんでね、この話をしてみました。はい。それからですね、もう一 あとですね、この東京成功っていうのがはい今日はですね2%ちょっと下げたんですけども、うん、まあでもねちょっと最近ねこれ上げてたんですよね、うん、で上げてたんですけどうんなんかねすごい上げてますよね最近ね、うん、で OBK 後にねあの日本製鉄がね東京成功を TOB しますっていうのが出たんですよねはい。うん 違いますよね、これね。あの <laughs> これ、あの、サイダーじゃないですよねって、ちょっと気になったりもするんですけど、まあまあ、ちょっとそれは置いといたとしてもあの、これがですね、日本製鉄が東京製工のです、ね、株を、今ね、9.91%すでに持ってるんですよね。で、それを19.91%にしますということで、まあ、10ポイントね、増やすんですよね。はい、ということの、 と IR っていうか、ねまあ、話が出てるわけなんですけども、でこれのですね価格が1500円なんですよね、はい。なので、えっとねだから日本製鉄がまあ、ここの会社、東京製鋼は1500円の価値はあるだろうとねあのいう査定をしたわけですね。なので、とまあ当然1500円にね採用されるというふうに、ね、あの株価動いていくと思うんですけども、まあ、そうはいってもね、こう 全部で19.91%になるということで、で今回増やすのは 10%, その 10, 10分に増やすだけなんですよ。うん、なので、これね、1500円まで行った後どうなるかなんですよね。はい、うん、まあ、だからね、まだまだね、業績期待があるんであれば、1500円はまず、固く、そしてそれより上にね、あの行く可能性も十分にあるし、でまあ、そこはどうなるかね、ちょっと見ていきたいなと思って、この話をしてます。はい それとね、もう一個あって、この話がですね、とこの東京製工ではないと、東京製鉄っていう似たような名前の会社があるんですけども、これがね、あの、PTS でね、一時10%以上上げたんですよね。はい。あの、これだからね、PTS で、あの、誰かね、間違えてね、買っちゃったんだと思うんですけど、はい。あの、たまにこういう事故ありますよね。事故なのかふざけてるのかね、あの、わざとやってるのかよくわかんないんですけども、 春にね、リモートワークね始まった時もね、Zoom をね、みんな使い始めたらね、あのなぜかね、とあの日本の Zoom、ね、っていう同じ名前のと楽器の会社がね、あの株価が上がったっていうことがありましたからね。だから、あのまあ、間違えてね、買わないようにね、あのした方がいいんじゃないかなって思ってね、ちょっと行ってみました。はい。ということで、はい、以上、新ネタのコーナーでした。はい で続いてですね、はい、1月20日注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まあ、ドーンなんですけども、はいと。ドーンね、最近話をしていませんでしたが、うまいことね、ここでね、リバってね、ちょこちょこちょこね、ちょこちょこってね、上げてるんですね、目立たないようにね、うまい具合にね、はい。うん、いやー、これね、いいんじゃないですかね。はい、ちょこちょこ上げてね、まあ、今、ネタ待ちですけどもね、あの次のね、はい。 うん、いいんじゃないですかね。これだから、これ、ボヤボヤしてると、この3800円、うん ?3600 円かなこの辺まではね、あのー、もうすぐに行きそうなね、感じのチャートになってますからね。はい。うん。ということで、ドン、いいんじゃないですかね。はい。以上、1月20日の注目メーカーでした。はい。続いて、1月21日の注目。はい。参考産業。かっこ 改善、ドーンフルッタ、東京 n はいこのように中心に見ていきたいなと思ってますはいそれではここで株価ブ,ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。